はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マーチコでございます。はい、さあ今回はですね、20ズアーケードっていうのが始まってね、はい、はい、まずエピソード1を止め見していきましょうということで、はい、先週張り切って張り切った、もう大騒ぎでね収録したんですけれども、はい、あの私たちの声が入ってなかったということで、多いわそんな。そうですわ、もうテンションだだ下がりで、ね、そう撮れてないやんってなって、そうそう、そっからもうせっかくその次の日にすぐ出そうと思ったら撮れてないやんってなって、もう撮影もピタッと止まってしまってね、はい、まあ、とりあえずでもあの思い出しつつ、ね、もう一回頑張って、あそこが印象的だったっていうね、はい、そういう感じでいこうかと、うん、もう一回止め見すんのもさなんか違うやんかテンション、うんうん、まあやろうと思えばできるけどね、できるけど白子やんもうええやん。だから私たちがいいなと思ったところでやっていこうかな。そうそうそう、あそこか、あそこあそこなっていう感じのとこだけやっていきたいと思いますんで、はい、まあ、皆さんお付き合いくださいということで、はい、よろしくお願いします。それでいきましょう、スタート。はい、20ズアーケードでございますけれども、今回はなんかちょっとなんでしょう、街中にある屋内の、うんうん、アスレチック施設みたいなとこかな。あ、そうそうね、このさ、もう、あ、そう、りっちゃんが可愛かったよな、今回。このりっくがさ、ちょっとごめんね、皆さんね。あ、バラエティ養成所という感じで、体でね、今回はね、はい、20はバラエティ系アイドルになるために、団結力、瞬発力、協調力、料理力、体力に対する、高強度のトレーニングを行うということで、まあ、ここでざっと見るだけでも、ここでなんかやって、あとは料理力やから、どっかで料理すんねよな、またな。ね、あ、ほんで、モッパーもあるということや。あ、そうやね。きっとな。はい。はい。楽しみでございます。ほんで、今日のトレーニングの MVP には、次のコンテンツ撮影時に有利になる超能力をプレゼント。だったり、そう、今日のトレーニングの MVP ですから、次の撮影の時に有利になるんや。だから私たちこの間撮った時はアーケードが終わって次のコンテンツって思ったけど、思、うんうん、ってたじゃないんか。例えば料理の時とかさ、そっか、今だから団結力みたいなのやってるから、うんうん、それの MVP を決めて、うん、次なんかやる時に超能力があるってこと、うん、そうそうそう、ちゃう、なるほどね、うん、ごめんなさいね、ちょっと早送りしていきますよ。まあみんな頑張るってここやな、この自己紹介と、まあみんな可愛いけれどもやで、うん、うん、マジマ君メガ MVP や、ちょっと可愛いなんかな、ピーって笑って、ここにね、もう一回改めて出しますけど、マチマリなんか髪の毛がさ、昔のアイドルじゃない、いや、もう私ら世代にはたまらないヘアスタイルなのかな、うん、それがなんか似合ってて可愛い、似合ってんの、髪の毛の色といいな、もう昭和アイドルのヘアスタイルですよこれ何やったら可愛いわ、可愛い、そうですわ、うん、色白いし、ああ、ピンク着せてもうて。さあ、団結力を見せてくれっていうことで、袋に入っている10個のピンポン玉の中から好きな色のピンポン玉を選ぶっていう。ね、すごない？これすごかったよね、うん。全員一致すれば成功。チャンスは3回。はい。はい、ここ。テロップ出てますね。そう。うん、1億分の1の確率を成功できるのかって感じ。え、本当なのこれ。どうなんやろな。大げさに言ってるだけ、それが分かんなくて、もしそうなら無理じゃんって思いました。そうやで、1億分の1ってな、ほんまにかなりの確率、うん、いやいや、まあまあまあ、でもかなりの確率よ、給食あってな、みんな揃うって、みんながそれ足すっていうのな、うん、これ1回目な、うん、1回目のこれまたすごい、そうやね、あいただだんと、そんなことあるっていう、みんな1回目でえ、みんな苦労って何っていう、おいってすごない、うん、なんか言ってたんかなと思って、だからいやいや、ちょだからやっぱり普段はさ、もうみんなのメンバーからの色ばっかりやん、なんやって言ったら、うん、そこでなんかポンと黒が、お珍しいってなるやん、白だってメンバーから入ってるから、そうやん、ね、うん、あ、黒あるじゃん、黒は誰もいない、黒みたいな感じになったんかな、誰もいないっていうか目についたんやろ、うん、黒入ってるやんって黒やんみたいな、なるからほんブッてこうやったら、たまたまやったっていうことじゃない、すごいよね、もうすぐ揃うとこだったのに、うん、まあある意味企画倒れてしまうとこやったよね下手したらね、びっくりよほんまに、ニナちゃんだけ外れたっていう、ね、こっちのニナ、このニナ見とこ見とこ、はい、400よと、ニナっていうことになってますわこれってなってるわ、もう私だけー
って。私だけ。あ、落ちた。倒れた。腰が砕けました。ました。っていうね。二回戦。はい、二回目は白と黒を取りました。うん。1、2、4、5、6、7、8色になったわけね。うん、さあ二回目出しました。はい、どうなってる？ダン。じゃん。うん。結構でも揃ってんねんな、意外と。もうこの時点で薄ピンクが多いのよね。そうそうそう。ミーヒ、ニナ、アヤカ、そしてリマちゃん、マヤちゃんが薄ピンクで、もう5人揃って、半分以上揃ってる、ね。すごいよな、シンクロ。さすがやな、本物。なんか、うん。そういう傾向なのねって、これでわかると思うよな。うん。あ、うん、そっちね、みたいなことかな。さあ、どうでしょう。これ、今、たまたま止めたとこ、ここやけどさ。うん。まこちゃんが一番自信満々の顔してる。はい。緑なのに。うん、みたいな。はい、どう、一番自信満々だった。うん。はい。どうっていうまこちゃん。はい、まこちゃんが一体どうだったのか。どうって、もう自信満々やね、この時はね、表情。もう自信満々ですよ。ちょっと待ってね。はい。右の人たち。あれ？黄緑じゃなかった？え、ピンクなの？あれ？こっちの人は？あれ？こっちも違うの。ああ、やってもうた。私だけ緑。ピンクが多かった。って言ってます。ね、あんな自信満々な顔だったのにね。そっからのこれやな。そうですわ。何この色って。何してんのみたいな。うん、ね、まこちゃんはこの緑がもう目に入ってしまったっていうね。そういうことやな、確かに目には入ったな。最初からめちゃくちゃなバラエティー養成所って言われて、これ合わないよ、むずいもん。むずいな。まだ奇跡的に合ってる方だ。これほとんど合った。ほとんどなくなった。もう2色にしました。はい、一番多かったピンクはい、はい、ね、うん、もうこれはさ、もうサービスやん。5人薄ピンクでさ、2人が赤ピンク、濃いピンクやったやん。うん、じゃあということはっていうやつやんか。な、でも逆に、とか考えちゃったのかな。いや、逆にというか、まあとりあえず、ほんで3回目やん。これはもう、だって。まあ普通薄ピンクにするかな。普通薄ピンクするよね。うん。さあ、リクからいきますよ。別の。ああ、もうかわいいね。はい、いきます。せーので、はい、出しました。はい、ピンク、薄ピンク。はい、そして次、リマちゃん。はい、薄ピンク、通じた。イエーイです。はい。ニナも、そうです。ここまで薄ピンク薄ピンク薄ピンク。ちょっと自信なさそうだった。うん、みんな。ニナが薄ピンク出した時の、はい、リマとリクちゃんのリアクションに、リマちゃん、おーっていう感じね。リクはもう、おー声を出せないのに。声出せないからな。ってなってます。顔面でリアクションしちゃう。そう。声出したらバレちゃう。あの見た途端に、おー、ん。ニナもおーやったーってます。なんでリマちゃん泣きそうな顔になってる。ちょっと悲しそう。嬉しすぎて泣きそうな顔になって。いいと思わすぎる。いいね、バラエティ養成所としては今ここはもう完璧ですよ。そうですね、うん、はい、さあまやちゃんだ、この問題のまやちゃんな、はい、さあまやもう出てもだけど、さあまやって、まや濃いピンク。見て、あ、何あれ、濃いピンクじゃん。もう、同じ顔してるみんな。マヤだわー。もうダメだーってなって。もうすーん。リクの冷たい視線が刺さります。リク、そんな顔したらあかん。はい。マヤちゃん、さっきは何色だっけ。さっき薄ピンクやったよね。多分薄ピンクやったと思う。うん。なぜか。なぜか、うん、濃い方に変えちゃった、まやちゃん。ん？はい、見た。まやちゃんも、はい、出した後、はい、みんなはどうなの？ちらり。あ、見た。見た。目視しましたよ。目視した。あー、何それって。あ、やっちまった。
あーあー私やっちまった、やっちまった、はい、そして静かにボールを隠す、この後静かにボールを隠す、はい、まやちゃんさあそしてまこちゃんです、張り切ってどうぞ、はい、まこは薄ピンクエレベル出した、あニナちゃんやまこにやったなもまやちゃん隠してるから、うん、もうまこちゃん喜んじゃってる、本当に、はい、私が選んだのは薄ピンクでーす、言ってます、ひよちゃんもイエーイ言ってます、そんな中まやちゃんまだ隠してますもう出せないみたいなどうしようどうしようどうしようもう言い出せないまことりようにはまだ言えない言ってます、まこちゃんも大喜びね、えまやすごくない、うちらすごいねっ て, 言って、うちらすごいよねって言って、まやちゃんうーんあれ、何ほら、まあ、だって私っていう勇気を出して、勇気を出して、まやちゃんは、だって私って出したら、まこちゃん見てない。本当だ。だって私ねって出したのに。私ねって出したら、まこちゃん見てない。まこちゃん見てない。はい、綾香が出して、綾香見て、おーおー、やっちまいやがった伸びたっていうリオちゃんね、あの下伸びた、うん、そしてそしてまやちゃん、まやちゃんがあやかみたい、あっ出た仲間来た仲間来たってなってるわ、まこちゃんなんでって、まこちゃんなんでって言ってるけど、もうここ出てますから、とっくに、そうなのよ、リオ、はい、ちゃんとかまこちゃんは、もうここまで揃ってるって思ってる、そう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 、実はもうまやちゃんで終わってたんで、まだまこちゃん気がついてないかもしれない、そうだね、まやちゃんに、まこりよ、はい、さあそしてまゆかです、まゆかが出したのは、おーまた濃いピンク、おーやってもうたみんなこの顔なる、なんでかみんなこの顔やってもうたからの、あーなってます、はい、そして最後のみーは薄ピンク、ちょっと逃げよう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 って、はい、やっぱり逃げようやったわ、はい、そこへマヤちゃんがしれっと、はい、静かにスンと入ります、マヤちゃんスンと入って、うちら3人やったね言って、パーティーの雰囲気を終わらせに来たマヤって言われて最高でしたわ、マヤちゃんやってくれたなっていう、ね、うん、さすがマヤちゃんです、はい。そして、出席簿ゲーム、そうそうそう、手で誰かを指差しながら口では別の人の名前を呼ぶ、難しいよこれ、むずい、はい、右からスタートしました、これチューサップ上げて、チューサップチューサップ、こういうの多いね韓国ね、ほんとね、うん、で途中でちょっとあの簡単そうに見えたから、うん、ちゃんとチャンをつけましょう、うんうんうん、何やんですね、だから、うん、右がね、うん、一回練習しようって、でもこういうのはねすぐ行かないと練習しちゃダメだよって言うて、そうそう、ゲームは練習しちゃダメ、うん、そうそう、まあその通りやと私は思いますしね、うん、うん、で、で、それスタートしたミーヒが一発目でやってしまうっていうやつね、そう、マコヤーって言わなあかんのに、マコ、うん、マコちゃん、マコヤンって言わなあかんのか、そうそう、マコヤーって言わなあかんの、マコヤーって言わなあかんのに、マコーって呼び捨てしてしまいました、うん、それにマコちゃんが、はーい言ってもらった、ここはねーって言わなあかんのに、はーいって言ってもらった、うん、最初からむちゃくちゃっていうね、そうそうそうやっちゃったあれちょっと待ってって言って、まこやんって言わなきゃいけないのに、まこって言ったし、はいってねねって言わなきゃいけないのに、はいって言ったしって指摘されたとかなに、はい、あーやってもうたもうしかもさっき練習なんていらんって言うたのに言うたもうたのに言ったか、とのこのミーヒが私は好きです。はい。どうぞ。はい、こういうのがありました。はい。はい、順調に順調に進んでいく。はい。はい、彩香から、まやちゃんにバトンを渡される。次はまやちゃんね、行けました。いやいや誰新メンバー追加ですぐみやちゃんみややんみやえだって待ってえ待ってえねえやろねえみややんみややん言うてえまだ自分でも気がついてないかな、うん、あーやっちゃった
誰だそれって誰さあみんなの反応は一瞬止まったよねえって一瞬止まってニャンやんって誰またやっちゃったもうやっちゃうもうこの時点で MVP 確定じゃないまやちゃんなんもやっちゃうよな、うんうん、あもうバタ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 わー言ってもかわいいだから、まあ、だからまやちゃんはもしかしたらみーひちゃんって言おうとして、うん、でやも言わなって思いすぎてだからそうかみーひやんのやんを言わなってもう、うん、出てもたやん、かもしれんよねミヤヤン、うん、そうやなでもみーやん言うても言ってるからはっきりな、うんあやかを指さしてもうてるからみーひっていういやだからあやかを指さすって思いながら言うてるからみーややんなったかもしれんわかりませんけどさあもう一回私を忘れてくださいってまやちゃんが言って最終もう一回チャンスを与えられました4回5回6回7回順調です順調ですさあ10回目が過ぎてここまで、まやちゃんは一度も当てられていませんみんなすごいな、うん、もう暗黙の了解でもうマヤを刺すなっていうこと出来上がってんねんもんなこれなそうやね、うん、で綾香から多分マヤちゃん刺さ された、はい、で次来たやっととうとう、うん、最後にマヤやん最後はいでマコちゃん指さしてミリアって言ってマコちゃんに指さしてね18は言ったっていうことよねそうそうそうマコちゃん指さしてミヒアって言ってね、うん、で次答えのはミヒよねそうそうそうこれちょっと見てみましょうはい、ねえもうなんか変だしちょっと待ってみーちゃん指さしてねって言ってる気がするちょっと待ってみーひが答える前やな、そうそうそう、うん、しかも自分の名前言ってしまってる、うん、むちゃくちゃなってますよそうそうそう答えるのはみーちゃんやし、ね、まこちゃん答える番じゃないのにしかも自分の名前呼ぶっていう自分の名前呼ぶしねえねえもこうじゃなくてなんかみーひねーってまこちゃんパニックになっちゃってねえってことねえってことどういうことなぜかまこまこまこやそう自分やそれみーちゃんキョトーンってしてるやんもうカオス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 まこちゃんもなかなか裏切らないねもうとんでもない間違いするな挑戦成功一番喜んでるまこちゃんよかったね成功もしたしなんか面白く終われてよかったね結果ああそしてさあ今回の、まあ、ゲーム最後になりましたね、うん、1回目はね難しそうよな、うん、ブラインドダンスアイマスクと耳栓で目と耳を塞いでハトリス踊るっていう何もわからんじゃんっていう、うん、踊り終わりが通常時の最終位置から20センチ以内にいれば成功これすごかったよねほんまね、うんうん、最初をいけんじゃんとか思っちゃった、うんうんうんまあ、なかなかね、うんうんでもやっぱフォーメーション動くときにやっぱ、ね、怖くなるよね意外とまこちゃんがもうまこちゃん全然ダメだった、うん、まあ一番もしかして動く人なのかもしれないよねまこちゃんおわーって思ってるやんもう何これ目隠しない時のこのキリッとしたこの自信満々の顔と全然うわーってなってうわーうわってそうでこっからもう音楽すらなくなっちゃうからさそうかリオちゃんがでもちゃんと、ね、リオちゃんな、うんうん、結構やってるんだよ、うん、さあ最後のポジション行ってみるっていうことで最終がここリオちゃんあっち向きでよかったのマコちゃん後ろ向いちゃってるし、ね、マコちゃん後ろ向きやしマユカも、うん、これおそらく多分足元にね自分の位置がバミってあると思うのね、うんうんうん、そっからだから20センチ以内っていうみんな全然ちゃうかったやろな、うん、きっとなんだこれってなってます、うんさあ2回目の挑戦、はいまあ、音消えてからも歌おうねっていうなんか、はいはいはい、作戦立ててやりました、うん、もう完璧やんマユカチューチェバ意外なうーおーいいねいいね、うん、ほぼね問題なくちょっとなんか小さくなっちゃうのかなやっぱり、うん、ここら辺からちょっとなんか怖くなっちゃうあ音消えたおーいいねあーぶつかったあーやばいリオちゃんとぶつかってあれ
まこちゃんがやたらと前に、ね。まこちゃんかなこれ。まこちゃんもうちょっと左にいなきゃいけないのかな、うん、そうやな、うん。それ以外結構バッチリ合ってるもんね。そうやね、みんなね、うん。合ってる合ってる。まこちゃん、カメラ被ってますよ、完全に。向きも違うよ。うん、意外なまこちゃんの弱点が露呈してしまった。みんなはさ、それでもさ、なんか、はい、こっからね、こっからだよね。私はこう前行くんだよねって、スンってくんね。スンってくんねんけど。スンってきてぶつかっちゃうっていう。みんながうるうるしてるから、行かれへんって。すごい、スンってくんねん。もうぶつかる。さすがやで、みんな。な、やっぱり。それでも、どいてって、ここまで。最後だけこんなことして。どうなんですか？だいぶでもまとまったよな。前の人たち3人と6人がえらい分かれてしまった。まやちゃんが咳止めちゃったのよ、みんな。立ち止まって。そうなんや。後ろが正しいんじゃなくて。そうか。前に移動しないとって前が。お前。怖いよね、でも実際。見なかったら。すごいよ。目開いてても踊られへんのに、私らなんかな。そうやで。踊った経験者からしたらさ。おぉ、はい、すごいよね。さあ、もう最後のチャレンジやな。最後は、だから音楽だけは聴かせてくださいということかな。あ、これも次回か。これでな。でも、また、まこちゃん。またまこちゃんお尻向けてるやん。前に来てお尻。あれ、お尻向けてる。どうしてもそうなっちゃう。やっぱ動きが大きいのかな、まこちゃん。ちょっとみんなも慣れてきてさ、慣れてきて結構普通に動ける人と、いや、未だにやっぱりもう怖い、怖い人と とのこの差がさ生まれてきたんじゃないこれ、さあそして次また違うゲーム、瞬発力なんだ次は。なんか早押しみたいなのがあってますよ、さあけど2話で会いましょうっていうことですから。いや今回またまたね楽しいコンテンツに結局なりましたということですよ。ね、わちゃわちゃしてて、はいはい、しかも結構続きそうな感じやしな。そう、だってあんだけやるんでしょ、なんとか力なんとか力。いいじゃない。全部で、10回ぐらいやってくれたら嬉しいな。ね、はい、ということで、今回は、はい、がっつり止め身じゃなくて、ダイジェストで、ね、っていうつもりやったんですけど、結構止めたね。結構止めたな、ほぼ。ということで、でもやっぱ、まこまやは面白いなっていう。もうなあ、ほんまに。まさかっていうな。すごい爆発力あるよな。面白いわ。はい、ということでございました。皆さんの感想なんかもぜひとも書いていただければと思います。そしてここまで見ちゃった人は見ちゃったボタン押しておいてくださいね。あとは、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この人からも。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでございまして、お帰りお疲れこんばんは。今日もマッチこと夢マッチがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。